スパルタ重装不評の使っていたアルゴス式の丸立て。アゴラ博物館像。フェイドンは紀元前7世紀頃に古代イギリシアのアルゴスを統治した王。当時、アルゴスでは王は名目上の存在であり、貴族性であったが、フェイドンは貴族から権力を剥奪して実権を握るようになった。彼は選手として数えられることもあり。 アリストテレスは彼を自らを選手に変えたものと評している。フェードンはファランクス戦術の発展と普及に密接に関わった人物ともされている。アルゴスのヘライオンと背後のヒラの伝統的にフェードンは紀元前7世紀半ばに栄えたとされている。彼は活発かつ勢力的な支配者でアルゴスの国力を劇的に増大させた。独立していた周辺都市を取り戻して、 再びアルゴスの同盟下に置き、テーメノスの血統を証明してみせた。フェイドンの目標は、ペロポネソス北東部の支配であった。プルタルコスによれば、彼はコリントスの力を削ぎ落とそうとしており、そのために、毎年千人の若いコリントス兵士を援軍として、アルゴスに送るように要請していたが、その若者たちはわざと戦死させられたという。フェイドンは、ピサ人を支援して、 オリンピアを制し、古代オリンピックの役員を務めていた、エイリス人たちをそこから追放した。代わりに、フェードン自身が古代オリンピックの議長を務めたが、エイリス人たちはこれに徹底抗議し、フェードン主催のオリンピックを公式として認めようとはしなかった。エイリスは、アルゴスの活発な動きを警戒していたスパルタに応援を頼み、その援助をもってフェードンとピサを打ち倒し、 オリンピック役員の座を取り戻した。紀元前669年頃、ヒュシアインの戦いが勃発し、フェドン率いるアルゴス軍は、スパルタ軍に大勝利を収めた。この戦いの頃に、重装不評によるファランクス戦術が戦争の主流になり始めていた。フェドンは重装不評を発明した人物ともされており、重装不評の持つ巨大な丸立ては、アルゴス式と呼ばれている。 この時期のアルゴスは軍事面で最高潮に達していたが、これ以後は二度とスパルタに打ち勝つことはなかった。フェードンはコリントスにて派閥争いによって死亡したとされている。アリストテレスは政治学においてフェードンは生まれが不平等であっても全市民は平等であるべきだと説いたと記述している。平等はファランクス戦術においては重要な要素である。 また、アリストテレスは、フェードンは王として始まり、選手として幕を閉じたと語っており、古代ギリシアにおける王と選手の区別は極めて曖昧であった。ヘロドトスによれば、フェードンはペロポネソス全域に土良行を制定した。この土良行は、アテナイでも使用され、それはソロンが改革を起こすまで続いた。ありがとうございます。